幸せでありますように。これはメールで来た質問ですね。なぜ人間は心を育てるべきなのか。いつも YouTube で配信ありがとうございます。私はキリスト教を学び信仰しつつも解決できないも疑問も多くあり、人からの勧めで長老の動画を拝見しました。心を育てるという発想がとても好きです。動画で勉強と実践をすることで自分の心が成長できたような気がしてとても感謝しています。長老に何としても質問したいことが2つあります。質問1、なぜ生物の中で人間だけが心を育てないといけないという特別な存在なんでしょうか。質問2、お釈迦様は弟子や人々に仏教を伝えました。長老も仏教を配信して教えてくださいます。もし人類すべてが仏教をしっかり学んだならば、多くの課題がすべて解決されて、この世の中に不幸な人はなくなり、理想的な世界になると考えていいでしょうか。そうだとすれば、その世界はどんな世界でしょうか。YKさん。質問1、ね、なぜ生き物の中で人間だけが心を育てないといけないというじゃないんですよ。生命なら心を育てるべきなんです。できるかできないかというこのプラクティカルな問題が出てくるんです。で、野生で生活している生命体は獲物をどうやって取るのか、どうやって危険を避けるのかということで精一杯なんですよ。ずっと怯えて生活しているんです。例えば人間、死の恐怖はほぼ感じないでしょうね。我々は日常生きる問題っていうのはもうはちゃめちゃ解決しているんですよ。視線どうなってもいい、他の生命はどうなってもいいということで、人間だけ幸せで 地球支配して、我が俺のものやことにしているんですね。やり方はすごい残酷なんですけど、人間は生活を安定しているんですよ。だから外へ出たら誰かに殺されるかもしれませんという恐怖感はないんです。動物は何か食べるものを探そうと思っちゃうと誰かに食べられてしまうって恐れもあるんです。だから心を育てることは誰にだって良いことですよ。でもまあ我々人間同士だからコミュニケーションできるし、人間のこの生命次元の中でね、であんた方は知ってるのはこの地球の三次元世界の生命だけでしょ。またたくさん生命がいるんです。はちゃめちゃいるんです。だから三次元でなければ人間の五感にチェックすることはできない。ですからしょうがないんだけど、我々人間にはここから育てることがすごく簡単でしょうかね。条件揃ってますね、全部。だから物事は全て流れる、停止しない。だから命っていうのは流れるものなんです。死で終わるわけでもなくて、死っていうのは一つの出来事だけなんです。形が壊れただけで、肉体物質的なね。だから心が物質に依存してね、アミノ酸に依存しているだけで、アミノ酸っていうのは壊れますから、で壊れていったらもう仕方がなくて、そのエネルギーはまた別所に流れてしまいますね。どうしても心が自分で物質を作ってそれに依存するんです。それはどんな生命やってることなんですね。そういう理論で仏教では輪廻転生という概念があって、生命は多数次元であるということをね、教えられて、大体基本的には9つの次元に分けてますけど、それは人間として理解できる範囲で9つの次元で、理解できるできない範囲のものをあんまり語られてないんです。
でも宇宙の他のところでも生命いるんだっていうことをチラチラと言うんだけど、それは何なのかと詳しい説明しません。この次元の話で終了しています。ですから人間に頑張れば高い高い次元に行くこともできるし、それには心を育てなくちゃいけないんですね。で、心を育てればどんな次元に行くのかっていう話だけですね。で、問題は心を育てて修行高い次元に行ったからって言って意味がないんですよ。それで寿命終わったら死にます。そこでまたさらに心を育てればちょっと高い次元に行きますけど、ここの人の次元に行ったからといって寿命は宇宙時間で言えば何億回も長いんだけど死にます。だから仏教というのはこのコンタム世界で言ってるようなこので、心が物質作るんじゃなくてこのある波長を作っちゃうんですよ。この波長に我々は物質だと五感で言ってるだけで、物質って言ったってもいくつかの波長なんですね。それはまあ心から発生するんです。一旦波長ができたら波長は波長でまあつなげていくんですね。あるコンテム的なところを理解しにくいんだから、まあ我々知ってる世界で例え出します。例えば私は公で言ってはいけない失言をする。公で言った終わった無常でしょ。で、違いますよ、口を閉めたからって言って言った言葉がそれからぐる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 社会で回っちゃってどんな結果になるかわからないんです。大事な仕事をしている人だったら仕事もクビになる可能性があります。それで論理ってただの言葉でしょうとかね、ただの空気の振動でしょうとかね言っても、自分の心がその空気の振動を作っちゃったんです。それからその振動が独立して働くんです。それで自分にはどうにもならない。結果が自分に返ってくるんです。これが仏教でいうコンタム世界なんです。一旦心が物質を作った、物質って波長だったところで返ってくるんですよ。逃げられなくなるんです。で、心育ちましょうっていうのは、まあその心理的な立場もあって、で心に弱みがあって執着する依存するというね、そこでいろんな波波長を作って作って出しちゃうし、その波がもう波であったり物質であったりしますね。だから物質か波かっていうことはその時その時のことで不確定で、まああまり不確定です。それから質問1はね、特別なすごいあるすごいありがたい存在というよりは、まあ人間という次元ではやっぱり心育ちやすいというこの中間的な次元なんですね。極限に苦しくはないんですし、極限に幸せでもないし、一緒でもこの人間の場合はこの自分で考えて物事を変えるチャンスがあるんです。動物にそれできないんです。で、本能で体に入れてるプログラムで生きてるしかどうにもならん。で、人間にだけ考えて意志が働いて知恵が働いていろいろ変えることができます。だからそのフリーダムを、まあ、使ってくださいと、使って心を改良してくださいと。だから人間にはその気になれば極悪人になることもできる。その気さえあればすごい
もう極端な真理になることもできる。だから分かりやすい文学的なフレーズで言えば、我はどのように思うのか、そのようになるんだよと。世界は、世界は自分で作ってるんですね。だったら我は勝手なことを思わない方がいいんです。いい加減なことを思わない方がいいんです。無責任なことを思わない方がいいんです。自筆者のに基づいた思い持った方がいいんです。それなりに世界が変わるんです。で、我々は自分と違った外の世界あると思ったっても、自分が作った世界で生きてるんです。そういうことで、人間にはまれにこの心を育てられるチャンスがあるんだから、早くこのチャンスで頑張ってくださいっていうことになるだけです。で、質問にはほとんど家庭的な話で、仏教というそのものではなくてね、もし人間がどんどん知識でも知恵でも開発してして、で、すべてコンタム的で心が作る世界やとかということで理解して、心には感情煩悩ない方が、今も世界は例えば差別意識があんまり良くないと分かっているし、民主差別はけしからんやと分かっている人々の方が多いし、で、だからその方向に進めば世界はより良い世界になる。まあ将来的に人間が宇宙のいろんなところでも生活できるように、体の構成まで変わって、可能性あるいは全て家庭の話ですけどね。で、それなりの哲学的な計算している人々を何人かいるんですけどね。あるいはちょっと間違ったら全てパーになって破壊する可能性もありますね。しかし仏教の立場は全て波ですから、まあピーク、例えば成長があって、あるピークからどん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 、まあ、衰えていくんで、それもどうにも避けられませんと。人間つまらないと思っちゃうんですね。例えば怒りがある世界で、あ、怒りが良くない、これこれけしからなくなる、なくそうなくそうとするんだけど、もし人類のから怒りが消えちゃうと面白くなくなっちゃうんですね。そうすると、まあちょぶちょぶ冗談で怒ってもいいんじゃないかってことになるんです。冗談で起こることはどんどんエスカレートして退化してし始まるんですよ。だから仏教の物語では人間っていうのはこのすごい怒りと欲が働かない時期もありますよと。いわゆるこの根本的に生存しなくちゃっていうところは微妙欲があるんだけど、これは恐ろしい波じゃないんです。嫌なものを避けるぐらいはするんだけど、嫌なものに対して怒りはないんです。その時期になってくると人間の寿命はものすごい8万16万年伸びちゃいますよと。で、今かなり怒りと欲がかなり指導的に活動しているので、人間が怒りと欲できているんだから、もう100超えられないんですね。細胞が壊れるんです。じゃあもう寿命は16万年やと言ったっても、ずっとそのままいるわけじゃない。つまらなくなるんです。それでまた退化始まるんです。で、そういうストーリーもあることはありますよ。そういうのはこの今の地球のデータから立証することはできないんだから、まあエピソード通して置いてるだけで、中でお釈迦様はいろんな宇宙理論を語ってはいるんです。当時の人間に理解できないんだから
物語にするしかないんです。で、私たち仏教側が人類みんな仏教徒になるとは思ってないんです。で、仏教を語る場合は生命の自由っていうものは我々は奪いませんね。それを大事にするんです。それ奪って強引に、なんだ仏教徒になりなさいって言っちゃうと、あまりにも強引だから仏教徒になるかもしれませんだけど、その人はその道で成長しません。チャンスあったら逃げるんです。だから仏教、ブッダの教えをやりたければ本人が、あ、これっていい教えだな、じゃあやってみようと自分で考えなくちゃあかんですね。で、我々の仕事はやってみようと言ったってもどうすればいいかわからないんだから、やり方を教えてあげるだけ。ですから人は様々で、性格は様々で、能力は様々で、で、例えば仏教の家族で生まれても仏教的に合わない子供が生まれる時ありますよ。そういうことに気にしないんです。助けてあげるんです。まあなんか仏教に助けてあげて、その人に自由に生きられるようにしてあげる。だからこの新興宗教みたいに世界みんなやらなくちゃいけないっていうふうに、この信仰を立てると、そういう恐ろしいリクスが出てきちゃうんですね。例えば戦地戦闘の神がいて全て救ったと、人間はだったらもう嫌をなしに戦地戦闘の神を算段しなくちゃいけないんだよというリクスになりたそう。そうすると、わずかな人間しか、そのグループ民族の人々しかそこを信仰してないんですね。そうすると武器を持って他の民族にも正しい神を信じなさいということで人殺しに行くんですよ。で、信仰宗教はそういう優しさ、愛を歌いながら人殺すんです。で、そこでこの生命は自分で判断して生きてるんだっていうことは認めてないんです。それと神の概念がちょっと合致しないんです。人間に、例えばある人間見たら神を信じることも否定することもフリーなんです。それで一神教の方々はそのフリーウィルは人間にあげまったよと、神が。で、フリーウィルということは大事やと世界が言っちゃうと、宗教家がそれは神が与えたプレゼントだよと、あ、そうだったら私は自分のフリーウィル使って神を否定する、神に何の文句を言えないんだよと。で、そこで矛盾が現れちゃうんですね。あるいはこのフリーウィルで人間は戦略を判断する能力を得たんだよという話もありますね。ちょっと難しい哲学になるんだから、できるだけ早く短くしますけど、でも人は決める戦略判断は本当にそうなのかという疑問が出てくるんです。昔アメリカから、このアメリカの人やったです、私のネットに入っちゃってね、いろいろ対話しちゃったんだけど、いきなりで、かなりもおかしいね、で、当時ではこの電話線でネットにするなかなかじゃかんですよ。だからすごいお金かかっちゃうしね。私は別所の仕事やっていたんです。で、割り込んできたんだから、まあ返事出しちゃったんだけど、対話の内容はこのラフとかね、優しさっていうのは、まあ素晴らしいことをやっていくことを議論し、私もまあ賛成だよとかね、まああんた方は、ね、私たちはもう生命に限らず、いわゆる人間に限らず、我々は全ての生命に美しみ、ラブということ、カンパッション、この人はラブという感じ、私はカンパッションという言葉を入れ替えたったんで、私は、まあ、そういうカンパッション for all living beings とスタンポイントだよと。その向こうは、
まあそれ考えば悪くないんだよと。しかしあなたは悪人に対してどうするのかと。悪人を裁くべきだよと。いちいちいろんな持ってくるんで、悪人放っておいちゃう世界は悪に染まってしまうでしょうと。だからラブっていうのはもう優しい人に与えるものであって、優しくない人々を裁くべきだよと。もう時間なくなる当時で、私にそんな金もあったわけじゃないし、電話代がぐっと上がったりもするし、私はもうこの話はすぐ切りますと思ってラストフレーズ書いたんです。あの敵エネミーズ、嫌な人々に攻撃することは犬猫もやってますよと、野生の動物も。しかし敵に対しても嫌な人に対してもコンペッションいただくことはなかなか大変、人間にしかできないことやと。ですから I select this death path and you are free to select your path。 逆に言ったの、あなたやってる道徳は犬猫にもやってる道徳、大したことはないやってことで、それでやられちゃって、それで話中止終了。だからちょっと優しく喋ると調子に乗るんだけど、こちらは一種でも決定のフレーズ持ってることはほとんど人々は気づいてないんです。あんまりにも激しく来ると、ある時間待って、あまあここら辺で話切りますと思ったところで、私が持ってる決定フレーズ出すんです。だったらもう終わり、それ以上はいかない。だからブッダの言葉でかなわないってなんかあるんでしょう。まあそれ相手次第でね、まあちょっと自慢話になりましたけどね、まあとにかく、まあ仏教の立場っていうのは、この理性のある人、やりたい人来てくださいと。悩んでる人でもやっぱり私は悩んでるんだよと言ってくれないと、こういうふうにしてあげてくれてくださいと言えないんです。私は住んでる家の隣の家とは一度も挨拶したことも何もないんです。だからその家で何かトラブルあったらどうする、どうすることもできないんです。もしちょっと出てきて、どうですかね、こんなことで悩んでるんだったら、パシャッパッと答えて助けてあげます。だからブッダは自分を医者に例えてるんだから、医者患者さん追っかけていって、出ていこう、お前病気です、この薬飲むとやらないんです。患者さんが先生大変だ、もう苦しいんだと言っちゃうと、ああそうと言って適切な治療する。そうすると患者さんが嫌なこともやらなくちゃ、あんたこれこれ食べるなよとかね、酒やめなさい、あんたもう肝臓がいかれてるんだよとかね、言わなくちゃあかんでしょ。だから相手が助けてくださって言うと、それは人権侵害じゃないんです。愛情で死にかけてる人に、道路で私がその手見つけて、あんた愛情でしょ、直ちに酒やめなさいと言っちゃうと、その人はもう警察に言うかもしれませんよ、迷惑をかけまったと、かけてしまったと。だから、まあ、私はそこら辺で、あの地球みんな仏教やるという妄想概念を我々は持ってないんです。はい、以上です。答えは、はい、ありがとうございます。ヨーニソマナスカーラ、ニョリサイとサティ、気づきはどのように違うのでしょうか。個人的に両方とも因縁に沿って観察するという意味が含まれているという理解があり、違いを理解したい気持ちがあります。まあ、あなたの理解で結構ですよ。ヨーニソっていうのは因縁によりって意味なんです。こういうことがあってこれが起きたんだよと。だからそれは気づき、サティがないとわからないんですね。世の中で誤解、いろんな誤解、いろんな理論、いろんな、ね、
意見めちゃめちゃ現れて苦しくな世界になってるでしょうね。ヨニソマネシカールないからなんですね。こういう原でこの結果になったよとはっきりすると世界では異論が消えちゃうんです。でそれは全て人間やらないんだから仏道の人々だけはまあ入り祭をやってるんです。やって世間にあるいろんな哲学思考あれこれ議論に対してすごくクールな精神でいられるんです。であんた言ってるおなじみでしょう、人間によって見ることはヨニソマナシカールです。はい、以上です。はい、ありがとうございます。ジャゲダツミッチャービムッティとはどのようなものか、またジャゲダツの人がどんな人物か詳細をお聞きできたら幸いです。これ言うと多宗教批判されたことになっちゃうんですね。だから宗教感覚以外で言えば、命って生き死ぬまでだよと、死ぬまで楽しいことをやって満足して十分生きましたよって言って死ねばそれで全て終わりやと。だからただ普通に仕事をしてご飯食って友達と遊んで酒飲んでふざけて生活することだけで十分ってことで、その人は安心してるでしょ。その人は下脱に達している気分なんです。下脱って言葉使わないんだけどね、これでやることないんだと思ってるんです。それが下脱なんですね。だから俗世間的にいっぱいそういう人々はいるんだからね。あるいは何か目的立てて億万長者になるそうと頑張って億万長者なあやったそうや自分の目的に達したそうと思って、それ以上やることはなくなっちゃって、なくなったとやること終わったって気分になるでしょ。もうやることすべて終わったなし終えたという気持ちは下脱という単語、その理論ですね。理論仏教を使ってるんです。例えば、まあ、どうしても宗教に触れなくちゃあかんですけど、例えばこの脳が五感と違った何かやらせちゃうと脳がいろんな現象を作るんですよ。五感であっても脳が現象を作って認識だと勘違いしているんです。本当は鼻は見えませんだけど頭の中で鼻の画像もうシミュレーション作るんです。音は頭の中で現れるんです。だから私という人体は、あ、私は見また聞いた、まあそれはその通り正しいというふうな錯覚に陥ってますしね。でそういうことだから目で見える聞こえるものの場合は制限リミットあります。だからすごく頭おかしくなることはないんです。目で見えるものは信じる、聞こえたものは信じる、まあ、味わったものをおいしいと決める程度では頭おかしくならないんです。それも幻覚の世界ですけど、そこで宗教世界で例えばヒンドゥー教なら「オーナマクシワエ」と唱えてください、この呪文マントラをね。そこであっちゃめちゃマントラを唱える、唱えながらシワ神のことを思い浮かんだり、シワ神に対してあるマハバーラタの物語やいろんな提示される物語ね、考えたりしていると頭で何かちょっと違う経験が生まれるんですね。すごくナチュラルプロセスなんです。皆様に分かりやすい例で言えば、例えばずっと南無蓮華経結果南無阿弥陀仏と何とかずっと唱えまくっちゃうと、ある人に何かちょっと違う何か経験神秘体験が現れたりする。それでそれで一般決めちゃう、やったーと南無阿弥陀仏と唱える人に阿弥陀様の姿見えたら、それはどんなふうに目の前にあるように見えてたらもうはっきりしますし、
目の前にあるように見えたっても幻覚は幻覚ですけどね、夢で現れたってもよろしいでしょうし、そこで自分の宗教信仰システムの中で達するべきところに達しまったっていうことで安心するんですね。これ以上やることはないやと。この仏教の解脱の定義覚えてください。なしを得たという意味なんですね。その時はそういう方々はなしを得たと言うんだけど、本当はなしを得てないんですね。何か錯覚に陥ったことだけ。だから例えば阿弥陀様でも観音さんでも誰でもいいんだけどね、まあ不動産でもね、私が日本のエピソードを読んじゃうと、阿弥陀さん現れられた人が一人二人があって、大体、不動産見た経験した人もいてとかね、なんとなく心ボカーンとした経験がある人々もいるし、だから幻覚作りまくっちゃって脳は停止するんですね。あれって理解できないんですよ。でそれで無を体験した達したとで解説してとかね、それで下脱する達したっていう気持ちになっちゃうんですね。であるティベットの学者が、ティベット仏教の学者の講義聞いてて、その人言ったのは、このティベット仏教ではこの悟ったっていうのは、大日如来ねが冠を持ってきてその修行者にかぶってあげるんだと。でそれで修行終了が終わり下脱そうと、というふうに言ってるんだけど、その経験した人は一人も会ったことないんだと。チベット人がアホのことやってる割にすごい理性のある学者なんですよ。みんなやってることもアホでもうたまるんですけど、しかしその表面的にそう見えてもすごいし、みんなすごい学者なんです。学者なんですよ。まあそれはしょうがないんですけど、まあそういうふうに何か神秘体験とかねあって、それでやった、なしを得たっていう気分になっちゃうと、これはジャゲダッシュになるんです。だから科学的に客観的になしを得たという人は本当にその人にとって苦を経験、自分が苦であって外の世界も苦であると経験するとかね、あるいは無常とかね、こう無我とかね、いろいろ言ってますけど、まあ実際の瞑想実践の中ではショピットプログラム、こう説法で言ってることにちょっと違いますけどね。でそれで本当に終わっちゃうんですね。で欲がないだろうな、欲が生まれないだ、生まれるわけないでしょうと、怒りなんか生まれるわけじゃないでしょうと、というぐらいで納得はするんですね。それはサンマーウィムティっていうことでね、ジャゲダス、ジャゲダスにちょっと言い忘れたことは、例えば阿弥陀サンマーを体験しましたという人が正しいと言えないのは、キリスト教の世界でしっかりマリア様が現れてきて喋ってきていう経験もありますね。どちらが正しいのかと、インドではカーリーが現れて祝福したケースまで、どちら正しいのかとね、当てにならんね。だからブッダは心理学的にこういうプロセスだよと言ってるんです。大体このジャゲダスの人々はどんな人物かというと、即世間ではこう説明しまったね。まあこれで生きてれば悪いという人々。それから宗教の世界で稀な人々ですね。はい、以上です。はい、ありがとうございます。
はい、この門になります。あらゆる生命に憐れみをもって真理を説かれた恩師坂森ブッダの聖なる教えに従い、我々がここまで存んだ全ての孤独を、神々戦争祖父母両親親族恩師をはじめとし、一切の生きとし生けるものに移行いたします。この孤独によって生きとし生けるもの全てが幸福に暮らせますように、そうして解脱を得られますように。サドゥサドゥサドゥ、アイラロゲサンパッティサガサンパッティメヴチアトニンバーナサンパッティイミナテサミジャトゥ。はい、ありがとうございます。